今回はエビと里芋のオイスターソース炒めの作り方を紹介します。里芋といえば煮物が定番ですが、炒め物も結構美味しいですよ。それでは作っていきましょう。材料はむきエビ12尾、里芋短冊切りスライス2個分、チンゲン菜の茎の部分8切れ、生姜の角切りスライス10枚です。エビに下味をつけます。塩と胡椒、味の素、酒を少量入れ、軽く揉み込みます。卵を少し入れ、含ませたら片栗粉を軽くまぶしていきます。最後に油を入れコーティングしておきます。合わせ調味料を用意します。砂糖小さじ1を入れます。酒を小さじ1と醤油を小さじ1入れます。水を大さじ2入れます。オイスターソースを大さじ1入れ、よく混ぜ合わせておきます。鍋に油を入れ、温めていきます。まだ油の温度が低いうちに里芋を入れ、中火。高温の油で揚げてしまうと表面が焦げやすく、中まで火が入りづらくなります。だから低めの温度から徐々に温度を上げていき、火を通していきます。こうすることで里芋の表面はサクッと、中はねっとりとした状態にすることができます。このくらいに色づいてきたら OK です。このままエビも入れて揚げていきます。チンゲン菜も入れていきます。ボイルするよりも油通しした方がサクサクした食感に火を通すことができます。全体に油が回ったら引き上げていきます。鍋の油を切り、少し残った油を使い、生姜を炒めます。鍋を傾け、生姜が油でパチパチとしてきたら、揚げた具材を入れていきます。合わせ調味料をよく混ぜてから、鍋の中に汁を入れ、炒め合わせます。最後にごま油を少量入れ、香りをつけます。皿に盛り付けます。
これでエビと里芋のオイスターソース炒めの出来上がりです。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。